ジャバウェアジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。今日は中国が自業自得というか制裁で逆に痛手を負ったというニュースをご紹介したいと思います。台湾最大の新聞社自由時報より、タイトル、中国がオーストラリアに制裁で肘鉄食らう、レアアースで自爆、さらには鉄鉱石価格上昇まで助ける。オーストラリアと中国が人権・貿易上において意見が一致せず、両国関係が悪化しているが、中国は昨年から貿易戦争を発動し、報復するにまで至っている。外国メディアの報道によると、中国がオーストラリアに制裁したことにより、ワーテルローの戦いのごとく無残にも敗北した。オーストラリアは鉄鉱石に対して制裁をかけられたが、価格は高騰を続け、これとは対照的に中国はレアアースの輸出制限を行ったが、価格は大幅に下落した。中国は昨年5月から継続的にオーストラリアの大麦、ワインに対して反ダンピング関税を発動し、その後、オーストラリア産石油の輸入の禁止も行ったが、これらの行為は、オーストラリアがファーウェイの 5G 建設の参与禁止、外国による干渉に反対する法律の制定、及び国際社会に武漢肺炎感染症の発生源への独自の調査を求めたことへの報復措置とみられている。ラジオフリーアジアの報道によると、中国とオーストラリア両国の関係悪化の影響と、さらには国際的な鉄鉱石産出量減少、そして各国の産業が回復に向かっていることもあり、鋼鉄の需要が急増し、鉄鉱石価格は最高値を更新し、昨年の1トンあたり7000から8000人民元から、現在は1トンあたり1200人民元にまで高騰し、上昇幅5割近くにまでなっている。鉄鋼材の価格高騰は、鉄鋼業を重視する中国企業にとって強烈な衝撃になる。報道では、これと対照的に中国はレアアースは外国に圧力をかけるための戦略物資としているが、その価格は3月以降2割以上も下落している。オーストラリア・シドニー工科大学中国研究のヒョウ・スルギ教授は、レアアースの産出コストは高く、オーストラリアなどの産出国は故意に生産を行っていないため、中国は豊富なレアアース資源に恵まれているものの、レアアースを外国に対する戦略物資と扱っており、かえって各国が中国からの物資の代替品を探し始め、市場の需要を満たし始めており、これは中国はレアアースで自分で自分の首を絞めることになったと分析している。はい、以上が記事の和訳でした。中国がレアアースを外交カードに使うことは日本も痛い目に遭っているので記憶にあると思いますし、最近ですとオーストラリアやチェコ、そして台湾などが中国に反発してワイン、鉄鉱石、石炭、大麦など、チェコはピアノの注文のキャンセル、台湾はパイナップルなどの制裁を受けてきましたが、制裁っていうのはモルハラの剣なんですね。日本がレアアースで制裁を食らった後は、確か中国からの輸入に頼らない代替できるレアアースを使ったり、中国以外からレアアースを輸入したりして対策を取ったと聞いております。間違っていたり足りない情報があれば教えてください。ただ今回の鉄鉱石の値上がりに関しては、日本も他人事ではないようですね。まあ日本というよりも日本人ですかね。金属の値上がりを受けて金属の買取価格が上昇しているようで、この間は蛇口を盗む人まで出てきております。ニュースによると、金属買取価格が上がっているため蛇口が盗まれたんだというような印象を持たせる報道でした。まあ、なんで盗まれたかはまだわからないようです。ただ確かに数年前に銅の価格が高騰した時に、エアコンの室外機が盗まれるという事件が多発したことがあります。他人のものを平気で盗んでしまう輩が増えてきてしまっているので、蛇口に限らず我々がこんなものは盗まれないだろうというようなものが今後盗まれるかもしれませんね。ちなみに人のものを盗むのはどこの国にもいるので、ここでは特に日本人、外国人とかそういう意味は持っておりませんので、あしからず。はい、ここからは本日の福島県を含む5県の食べ物の紹介です。台湾に5件の食品輸入再開をしてもらうには、政治家に訴えるよりも国民投票で票を持っている台湾国民に5件の食べ物の美味しさ、安全性を訴える方が重要だからでございます。はい、今日は栃木県佐野名物の味噌まんじゅうとなります。
アライヤの味噌まんじゅうですね。こしあんと粒あんがあったのですが、個人的には粒あんが好きでしたので粒あんにしました。私は甘党ではなく辛党なのですが、辛党の私ですら美味しいと思えるくらいのちょうど良い塩梅のあんこの甘さでした。価格は1個90円。今回は東京有楽町で買いましたが、台湾では現在禁輸されているので輸入できないんですよね。本当に美味しかったので、近い将来台湾国民もこういう5県の食べ物が食べられることを願っております。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。